気になってる女の子が、まあ、中学からの友達でめっちゃ仲良かった。高校3年間は別の学校だったので何一つ会話もなし。大学も違うんですが、スカイツリー行ったり映画行ったりして、今回祭りということで一緒に撮った写真はマジでゼロですっていう、ちょっと顔見てみたいけどね。マジで。で、まあ今年の4月からでしょ。まだ、だってもう7月だよ。7月もそろそろ終わるよ。4、5、6、7でしょ。もう4ヶ月終わるよ。何をタラタラしてんのお前。お前童貞普通に。DT なのお前は。なんでこいつこんな反応遅いねん。ハゲ。お前女に LINE 返しながらお前俺のところに LINE 送ってきたよ。マジでよ。なあ。ハゲ。だからコラボ上がってこいって。え、これ死んだ？死んだ？こいつ。恋愛って難しいですよって俺になんか、説教かまして、それでいなくなったんだけど、こいつ。は？クソガキお前これ。マジで。しばぎ回すぞ。はよ。コラボ上がってこいって。花火断られると思って一か八かで誘ったら OK 出たんですけど、そもそも花火自体よくわからなかったんですよね。どういうこと？よくわからないって。だから話してやるからお前、トッツ上がれってうるせえなお前。コラボ上がれ。恋愛って難しいですよ。これは自分に言い聞かせてます。知らねえし。知らねえし。花火自体よくわからないってどういうことやねんお前。だからコラボ上がれってうるせえなお前ハゲ。チンパン。今電話難しい。なんで難しいねんお前。なんで難しいこと。お前一人暮らしやろがい。確か。違ったっけ？何が難しいねん。小さい声、小声で喋れよ、小声で。何？一人暮らしじゃなくて親がいる。親がいてもいいやろ。ちっちゃい声で喋れ。ちっちゃい声で。ちっちゃい声で喋れって。ちっちゃい声で。はよ。ちっちゃい声で喋ったらええやろがい。はよ。コラボ上がってこいって。このこっちに。外で喋るのはいいんですけど、ギガ、いかれますかね。いかれねえ。お前、ツイキャスのコラボ機能なんかお前、3時間喋っても、2メガぐらいだわ。1メガぐらいだわ。そんなもん。はよ。外出ろ、外じゃあ。お前のその花火を成功させるための作戦を立てよ。マジで。暇だから早く上がってこい。暇だから。はよ。ちょっと。マジで。お前の童貞卒業までのお前道のりを俺がレールを敷いてやるから。お前カス。はよせえよ。今、AirPods 持って外行きます。ただ、LINE 通話の方がいいと思うんですけど、どう思う？多分、LINE 通話よりも、ツイキャスの方が軽いと思うよ、多分。多分ね。まあ、どっちも一緒だよ。だから、そうすると、音声的に綺麗に聞こえるコラボの機能の方がいい。そう。LINE もツイキャスも変わらん。そう。別に、オン、なんだっけ、映像出るわけじゃないから。映像出るってなると、行かれるけど、そう、映像出ないから別に問題ない。ツイキャスのコラボ機能で、よろ。はよ、せえや。今、AirPods 持って、でも別に何を持ってるか知らねえけど、お前。はよ、持って外出ろや、お前。ちょっと虫飛んできたな。虫飛んできたな。虫が、ちょっと虫うざ、虫やったるわ。こっちで、はよしろやハゲ。誰を待たせてんねんお前。ちょっとあと1分しないうちに、早くかけろ早くかけろ。
虫捕まえた？いた。虫捕まえたけど、あ、よかった。タバコの葉っぱの中に混ざったかと思った。よし、捕まえました。あ、来た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 。はい。はい。もっちもっち。もっちもっち。お前のマイク入ってないけど、だからお前のアイコン動かないけど、俺のせいじゃないけど、もちもち、もちもち、ちょっと、ちょっと、もう一回かけ直せ、ハゲ。おう、バカがお前。何をしてんねん、お前はよ。もう一回かけろ、うん。ツイキャス再起動してこい、ツイキャスのアプリを。なんで LINE はしてくるんじゃ、お前は。なんで LINE してくんねん。こんにちは。こんにちはじゃねえ、こんばんはだしな。ほんで。うん。うん、で、何や。配信見なくてもいいですか。配信見なくてええよ。うん。で、なんだよ。ちょっと待って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 、ちょっとマイク変えるから、マイクをちょっと待って。聞こえてますか。いや聞こえてるよ。ちょっと待てって、待てって言いよんよ。はいはい、もしもし。あ、今映像見てないんですか。うん、映像はいらんよ、はい、うん。歩くのをやめろお前、うるせえからガサガサ。聞こえてんねん。今ベンチ座ります。ほんでさあさあ言うてんねん。聞こえんな。おう、何がそれさあさあ言ってんの。セミです。え、セミです。シジミ、セミです。釣り、あ、セミね。はい。あ、セミクソうるさいなお前んと。おう、これ聞こえてんの。いや聞こえてるよ。これ聞こえてますか。うん、聞こえてるよ全部。どこ行けばいいんだ。そこにもう座れよとりあえず、カサカサうるさいから。はい。うん、ほんで何。普通にスカイツリー行って、うん、スカイツリーは複数人に行ったんですよ。複千人？千人のサブの人ってこと？いや、人数が多いっていう意味の複数人。あ、複数人で、それは何？はい、クラス全員で。いや、そんな大人数で団体行動じゃなくて、うん。3人ぐらいです。3人数？全然大人数じゃねえじゃねえか。少人数じゃねえか、ハゲ。はい。何を言うてんねん、お前。さっきお前大人数って言ったやろ。はい。じゃあ、少人数やろかい、それ。少人数です。で、3人は、お前のお兄ちゃんと、お前のお母さんと、お前ってことね。家族旅行じゃないですか、それ。家族旅行に行った。家族旅行じゃなくて。うん、家族旅行には行ってない。はい、家族旅行です。うん。じゃあ何旅行？友達と、うん。普通にスカイツリーで、うん。用事があったんで、そこで行こうっていうふうになって。スカイツリーに爪楊枝を買いに行った。あ、予定、用事があって、爪楊枝を。はい。買いに行った。予定があったんで、うん。それで。行きました。それで、うん。スカイツリーは、うん。まあ、8時くらいに帰って。朝の8時。うん。あ、夜です。夜。夜9時ぐらいです。8時なのか9時なのか。21時です。21時。うん。はい、21時に帰って。でもそれ終わって。うん。で、そっから今度。うん。映画があって。あ、同じ日なのそれ。いや、違います。同じ日じゃないです。あ、違う日、何日後。何日後。うん。行ったのは6月ぐらいです。どっちに。映画です。じゃあスカイツリーは何月よ。スカイツリー4月か後半か5月ぐらい。うん、ほんで、で映画はなんか、うん、自分なんか映画とかもよく予約の仕方わかんなくて、うん、間違えてレイトショーやっちゃったんですよ
え、ごめん、何を間違えたらさ、レイトになるの？じゃあなんか、本当は、うん。あの、ここで見ようっていうふうに決めてた場所があったんですけど。バルトナイン？いや、わかんないです。うん、新宿？なんか、まあ、例えば新宿だとしたら、うん。近くに映画結構あるじゃないですか。あるね。で、その、それじゃない方、うん、間違えて行っちゃったんですよ。予約してた方じゃない方に。頭悪いの？で、方向音痴なんで分かんなくて。方向音痴ってレベルじゃないでしょ。うん。で、間違えたと思って、うん、じゃあ今ならレイトショーならまだ全然空いてるから、レイトショーにしようってなって。うん。で、11時よって、2時集合だったんですよ。14時集合。ああ14時ね。あ、レイトショーっていうから夜中の2時かと思ったわ。そっからレイトショーが9時ぐらいから、21時ぐらいからだったんで、うん、それまでもう6時間ぐらいずっと喋って、うん、どこで？スタバみたいな、カフェみたいなとこで。スタバみたいなってなんだよ。スタバじゃないんですけど、うん、その映画館のあるデパートみたいなところで。デパート？よだれ出たの？デパートじゃないですけど。何を言ってんの？お前なんで何もわからんねん、お前。なあ。ショッピングモールみたいな。いや、お前さ、待って。お前、島に住んでたの？なんか。離島に住んでた？じゃないと説明つかんぐらい何も知らんねん、お前。いや、マジで本当そういう経験がなかったんで。なんで、え、何？じゃあ、童貞ってこと？ずっと。いや、あの、予約とかも、友達とかに任せて、うん。童貞の予約を？違います。風俗の予約ってこと？違います。で、何の話？風俗の予約はしたことないんですけど。じゃあ、だって俺だってさっき今童貞かどうかを聞いてるのにそこ話飛んでくるからさ、お前。童貞なのかって。そこ重要ですか？重要だよ。すげえ重要だよ。だってお前の恋愛の話なんだろ。恋愛ってそこで結びつくんですか？いや、結びつくでしょ、お前。恋愛のお前、一旦のゴールはやるかやらないかみたいな話だろ、お前。いや、自分の今のゴールは、うん。花火に、まずそもそも行けるかどうかみたいな。なんで行けないことがあんねん。いや、だからそれ場所がまだ決まってないんですよ。別に、お前が決めればいいじゃん。そうなんですけど、うん、それが、まあ、全然わかんなくて。だから早く会いたいんだろ、お前でも。だから今週末のお前、土曜日どっかやってただろ、お前。なんか、はい、この前言っただろ。はい。だから今週末の、土曜日にやる花火大会行ってこいよ、お前。何ちゃんって言うの？何ちゃんは言わないっす。なんでやねん、お前。貸すか、お前。いや、てか、ちゃんづけとかで呼んだことないっす。じゃ、なんて呼ぶの？普通に名字で。名字なんていうの？名字なんていうの？いや、名字も言わないです。じゃあ、下の名前言え、どっちか言えよ、お前。じゃないと呼べないやろが、俺がそいつのことを。いや、呼ばないです、それは。大丈夫です。いや、今からの話の流れ的にだよ。え、イニシャルとかですか？イニシャルって、お前。なあ、お前、バカなのか、お前。犯罪でもしでかしたんか、お前。で、お前、文集に書かれるのか、お前。いや、そういう、あれじゃなくて。うん。まあ、名前では、一応、非公表で。うん。で、それで、花火、いけるって聞いたら。うん。いけるよって聞いて。うん。そっからもう、何を決めればいいか分かんなくて。うん。で、なんか、前に配信見たときに、うん。なんか、恋愛相談を、うん。人にしてる時点で負けだみたいな。男はな。はい。で、自分で決めろって言われて。おう。よく覚えてるじゃん。で、考えてたんですよ、ずっと。何を？その、どこに行くかみたいな。おう。でも、その、恋愛相談、これは恋愛相談じゃなくて、うん。ただ、花火の場所を聞いただけで。いや、恋愛相談でしょ。恋愛相談じゃん。じゃないなと思って。だってさ、男がね、まあ、要はさ、こう、女の子はさ、まあまあ、よくあるパターンよ。これ別にみんながそうじゃないよ。でも、よくあるのはさ、女の子はやっぱり頼りがいのある男が、に惹かれるっていうのよく聞くでしょ？でね、その、てめえの恋愛もてめえで決められない男にね、
どんな女の子がそれ頼るねんっていうことだわけですよ。その帰ってきた LINE とかが、うん、なんて返せばいいか分かんないみたいな恋愛相談あるじゃないですか。うん、いや、それはクソだけど、いや、そんなやつは、マジぶん殴るけど。でも、そうじゃなくて、うん、その花火とか、うん、まあ、映画もそんな行ったことないし。でもいいよ、もう遅いよ、もう。お前はもうクソ、クソ男だよ。もう、いや、クソでしょ。お前、そんな、うじ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 して、お前、花火が、オッケーされたのに、どこに行けばいいか分からなくて、そういう出店とかあるんですかって、バカか、お前。なあ。バカの子か、お前。深刻だったんですよ、これ。深刻カップ？深刻です。深刻だから、お前のその、頼りがいのなさが深刻だわ、一番今。ほんで、どうすんねん。で、お前、花火でこくんの、ちゃんと。なんか、すっぴん？仲が、うん。仲いいんですけど、うん。どうなんでしょう。なんか、そういうの分かんないんで。何が分かんないことがあるね。最後に付き合ったのが、うん。小学校とかで。は？小学校なんて付き合ったうちに入んねえし、お前、そんなもん。で、付き合ったうちに入んないっていう、自分でも分かってるんですよ。おう。俺、それで。付き合ってないんですよ、もう。うん、付き合ってないよ、お前。はい。ってこと、もう分かんないですよ、そんな。ってこと、小学校の時に童貞卒業はしてないですよ。してないよね。じゃあ、ってことは今、童貞だね、お前。え、彼女としかしないんですか？え、彼女以外とはやってんの、お前。いや、違います。やってんの？え、だから、その、花火。いや、待てよ。話は進めんなよ。そこ解決しろよ、お前。じゃあ、だから彼女以外とはやったのね、じゃあ、お前。やったかやってないかじゃなくて。いや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 。いや、そこはっきりさせろよ、ハゲ。なんでお前そこ照れんねん、カス。だからやったのね。照れてるじゃあ彼女以外とやったのね。いや、やってないっすよ。じゃあ童貞でしょ？いや、だから普通にその。は？やるのもありですよねって話です。いや、ありだけど、だからお前はやったのかっつってんねん。そこじゃないっすよ。お前、まめたか、お前。お前、ほぼまめたやな、お前。マジで。だから、童貞だろっつってんねん。いや、これ、童貞か童貞じゃないかっていうのは、うん、今ここで公表したら、うん、あ、こいつは童貞じゃないんだなとか、あ、こいつは童貞なんだなっていうふうに、うん、俺が次 LINE した時とか、うん、もうバレるじゃないですか。誰にだよ。コメントとか。いや、別にいいやん。いや、いいやん。別にバレても。童貞って恥ずかしいことじゃないからね、別に。童貞じゃないことも恥ずかしいことじゃないじゃないですか。そう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 。で、お前は？いや、もういいです。いや、なんて言わないんだよ。なんでそんな固くなにそこのお前守ろうとしてんの、お前。いや、だからこれが答えでしたから。いや、だから童貞ってことね。あ、まあまあ、それで大丈夫です。それで、いや、大丈夫ですじゃなくて、そうなんでしょ？あ、じゃあ自分が童貞だとして。うん。だとしてじゃなくて。だとして何なんですか？いや、だからそこは確認しておきたいなっていう。そこの、恋愛っていうものに対する、体制がどの程度あるのかっていう、女の子との体制っていうのがどの程度あるのかっていうことを知りたいから。恋愛の体制はゼロです。で、じゃあ、セックスはしたことがあるのないの？いや、それは、うるせえ、こいつ。こいつめんどくせえ、マジで。違います、これ笑ってたじゃないんですよ、これは。いや、じゃあ何なのよ。なんか、その性を、うん、ネタにすると、うん、トラウマになったりするっていうのは、うん、聞いたことあるんですよ。誰から聞いたんだよ、それ。お前、俺なんか性なんかネタにしまくってんぞ、お前。配信で。いや、下ネタとかあったら大丈夫なんですけど、うん、なんか、一男の、うん、そういうのは、うん、なんか気持ち悪いじゃないですか、めっちゃ。何言ってるか分かんないから、じゃあ、一下ネタとして、お前は、セックスをしたことがあるのかないのか。めちゃくちゃキモくないですか、それ。だから、キモいな、お前。お前が今、キモいねん。お前がキモいのよ、今。一回、論点を戻して、いや、論点は、お前がやってるかやってないかっていうところだが、今。絶対違いますよ。いや、そうだって。だって、初々しい、うん、花火とか、映画とかの話をしてた後に、うん、
急になんかやったかやってないかは。いやいや、初めてのセックスを、ね、したかしてないかっていう話の問答を、ういういしい話やろがい、ハゲ。ああ、じゃねえし、論破されてんじゃねえもん、ハゲ。マジで。なあ。童貞なんだろ、だから。いや、ちょっと、いや、でもそれは、一体、やめましょう、それは。お前、お前、どうした？マジで。ちょ、その、うん、コメントとか、うん、画面が見れないんで、どういう、うん、いや雰囲気かわかんないん。いや、コメントは今、全会一致で、お前が童貞ってなってる。ちなみにお前の童貞話になってから、閲覧が急激に増えて、今、閲覧が580いる。嘘でしょ？本当に。どうするんですか、これ。580人が今お前の童貞か童貞じゃないかを知ろうとしてる。いやマジで本当にどうでもいいし。何なんだよお前。全然知らない人だ。通行人とかどっか。通行人、いや通行人の前ででかい声で僕は童貞ですって言えよ。難しいっすよ、やっぱね。何が難しいことがあんねん。その家庭を踏むじゃないですか。何の家庭を踏むんだよ。そのどっか行って、うん、自分が一番ダメだったのは、うん、あの映画行った時に、うん、次ここ行こうっていうのを、うん、その場で決めればよかったんです、うん、なのに、うん、そのじゃあねって終わって、うん、その後 LINE で言っちゃったから。何を言っちゃったの？花火行こうかみたいな。だからめんどくさくなっちゃったんですよ。何がめんどくさいねん。いや場所決めるとかがもうマジ分かんなくて。いや別に決めたらええやん。いや LINE だとなんか時差があるじゃないですか。じゃあ俺が決めてやるよ。じゃあ今週末行ってこいよ、うるせえなお前。はい、東京スペース花火大会2023。はい。で、今週末が、22、23か。うん、足立の花火か葛飾の花火。あ、違う。足立の花火だけだ。あ、今週末、足立の花火だけだぞ。え、でも足立の花火はなんか危なくないですか？いや、危なくねえよ。行ってこいよ。ひょろがりなんですよ。いや、ひょろがりで行ってこいよ、お前。今週末、足立の花火だけだぞ。それを逃したら、8月の5日だぞ。最悪。うん。二つ行くのもありって言ったの？どういうこと？二つ行くのもありって。え、その花火って一個だけじゃないじゃないですか。うん。世の中。うん。だから、その花火行った後に、もう一回行くみたいな。うん、だからその代わり、あれだよ。はい。次回は彼氏彼女として行けよ。え、どういう、あ、まあ、そう、それ聞いちゃったらですよね。そういうことでしょうよ。はい。わかるでしょう。今回は普通に友達として行って、次回行くときはもう彼氏彼女よ。これって、うん。自分は今楽しんだ方がいいんですか、これ。え？緊張してる自分も楽しいんですか、これ。いや、知らん。いや、お前がいや、それはお前がどう思ってるか知らんから。うん。行けよ。難しいっすね。はい。だから、足立の花火行こうって言おうよ。はい。わかった？はい。え、言うの？いや、マジで言いますけど。うん。じゃあ今もう LINE 打てよ。今週末、足立の花火あるから、つって。え、ちょっと、ちなみに、うん。花火って、うん。だいたい、片道どれぐらいが相場なんですか？なんだ、片道どれぐらいが相場って。そう、3時間とかかかっちゃうと。いや、お前がどこに住んでるか知らんねん、こっちは。ちなみに、足立の花火は、最寄り駅が、北千住駅か、小菅駅か、西新井駅か、五反野駅。結構近いわ。おう、よかったじゃん。1時間かかんないし。
いいじゃん。はい。いいよ。行けよ。北千住。うん。15,000発だから、まあまあええで。で、15,000発花火。はい。だから結構規模はでかい。で、時間が、19時20分から20時20分。なんで俺お前にこんなことまで教えてあげなきゃいけないね。自分でググれよ、ハゲ。マジで。はい。で、何時にどこで待ち合わせすんの？え、でも、今まで、うん。14時以外、会ったことないんですよ。なんだ、14時以外。何？シンデレラなの？お前の好きな子。いや、なんか、14時集合ねが。時間バグってるシンデレラ？お前の好きな子。俺が全部決めてるんで、それは。じゃあお前が決めてるだけじゃんか。バカじゃねえのか。はい、14時なんですよ。じゃあ14時に集合すりゃいいやん、じゃあ。はい、14時集合で。どこに？駅です、自分の。おう、お前の最寄り駅ね。はい。で？で、そっから。うん。え、駅集合で、そのまま駅行って。うん。その後は、うん、まあ、どっか喋りながら。うん。いや、これ難しいな。何がむずいことがあんねん。いや、今までは、うん。全部室内だったんですよ。建物内。それで？今回初の外なんで。いや、外と中で何がちゃうねん。いや、なんか、うん。もう選択肢があるじゃないですか、中って。どういうこと？店があって、うん。ここ入ろうみたいな。外だって飯あるじゃん。でも選択肢が広すぎて、まあ、それはでもその時、頑張ればいいか。じゃあ逆じゃん。じゃあ言ってること逆じゃん。中は選択肢が狭いから、だからやることがおのずと決まってくるけど、外は選択肢が多いんで、だからやることが何したらいいか分かりませんっていうんだったら分かるけど。それです。それですじゃねえ、お前、ハゲ。ハゲとるんか、おめえ。で、だ、どうすんねん。だ、ちょっと予定立てとかないと、お前またテンパるで、お前。じゃあ、14時に、自分の、うん、まあ、両方とも家が近いんで。うん。まあ、両方ともって片方だけ家が近いことはありえないからな。確かに。だろうな。うん。はい。うん。で？なんで、うん。駅集合で。うん。で、二人で、1時間ぐらい、1時間しないぐらいで。え、その彼女じゃねえ、その、じゃあ仮になんて呼んだらいい？俺、その子のこと。仮に。X、あ、A。A はちょっと嫌だ。なんか、なんでもいいから適当な名前言って。サトル、あ、サトル、お前男なのそれ。あ、そういうこと？違います。間違えました。そういうこと、サトルくんね？オッケー。じゃあ、サトルくんと、ね？じゃあ、サトルくんと サトルくんの家は、駅と、お前んちの間にあるの？それとも、駅、お前んちの、よりも遠いの？あ、駅と、うん。俺の家、駅とその人の家って、全くほぼ一緒っす。うん、何言ってるの？同じぐらい、本当に。駅を中心にして。うん。あ、逆サイドってこと？あ、逆サイドみたいな感じ。あ、逆サイド。あ、じゃあ駅がちょうど中間点ね。じゃあ、14時に最寄り駅でサトルくんと待ち合わせて。はい。で、どうすんの？で、そのまま電車乗って。うん。まあ、着くのが大体15時。うん。で、うん、そこから歩いて。うん。飯食って、14時って飯、昼飯は、終わってるか。じゃあ一緒に昼飯食べようぜって言えばいいじゃん。そしたら違う時間に待ち合わせるでしょ？ああ。うん。11時集合？早くない？ 11 時？うん、じゃあ11時集合にしようか、じゃあ。はい。うん、11時集合で、ほいで。あれっすよ、多分屋台とかあるじゃないですか、うん、うん、いっぱいあるよ、多分300件ぐらいある。例えば、うん、フランクフルトとかがあったら、うん、だいたいそれぐらいでお腹満たせるじゃないですか。いや、それ相手のどのぐらいか知らないから、相手がどのぐらい食うのか。なんで、多分足りなかったら俺のフランクフルトにするかっつって言うんだろ。それは何なんですか、ネタですか。いや、言えよってことで。
うん、フランクフルト1本じゃ足りねえんだったらもう1本俺のフランクフルトがあるけどつって言えよちゃんと。はい、わかりました。お前本当に言えな。うん、で、はい、で、うん、3時落ち着いて、いや、ちょ、待て待て、え、じゃあ昼飯どうなってん。いや、待てよ、お前さっき11時になったんじゃなかったのかよ。いや、あの昼飯は多分、うん、家、お互いの家でどっかで別々に食べてるんですよ。あ、別々に食べるのね。じゃあ、はい、で多分3時ぐらいですから、ちょっとお腹空くじゃないですか。うんうん、微妙に。うん、でそこでフランクフルトとか、うん、その焼きそばかなんか、うん、3時のやつに焼きそば結構重いね。小学生しか食べてないね、今時ね。祭りの綿飴ね。祭りとか行かないんで、もう。何、ね、あの、キティちゃんの袋に入ってるやつ買ってあげんの？それともセーラームーンか？は？ 500 円ぐらいするんですよ、あれ。知ってるよ。いや、あれじゃなくて。うん。結構カラフルな。レインボー綿飴ね。はい。あるよ。うん。インスタ映えで。うん。写真撮ったりして。何、インスタグラマーなの、お前のその彼女は。あ、サトルくんは。そういうわけじゃないんですけど。うん、じゃあ倍考えなくていいよ、もう。はい。うん、で、で、飯食ってなんだかんだ16時。結局飯なの、それは。あ、昼食。昼食。完食。完食を。はい。うん。15時ぐらいにすると。16時から。うん。そこからが一番難しい。なんで難しいね。だからお前がイメージするちょっとストーリーをちょっと教えてくれよ。はい。うん。そこって時計あるんですかね。時計？土手です、土手。あ、土手？いや知らん、俺、足立行ったことねえから。あの、多分、うん、なんかいい景色があると思うんですよ、祭りだから。うん。そこ見て、見つつ、うん。あの、3時間ぐらい喋って。3時間景色見ながら喋るの？16時からな。おう、あの、炎天下の中な。はい。おう、ほんで。はい。おう。で、17時じゃなくて、うん。19時。ん？あ、土手だって土手。足立の花火は土手だってさ。よかったな。じゃあ、土手見ながら。うん。土手を見ながら。土手を見ながら話をする。この土手、美しいね、つって。うん。それで。ちょうど19時。うん。19時。そろそろ行くかってなって。うん。どこに？土手です。土手から土手行くの？あ、見やすいところだったら。うん。移動して。うん。で、花火見て。うん。20時20分。うん。ここっすね。はい？ここが大事ですね。うん。その、タイミングがわかんないですよ。何が？何の？タイミングわからんね。うん。あの、うん。言葉を。うん。だ、俺が悟るだと思って言えよ。あ、今ですか？練習ってことか。うん、練習よ、練習。あ、じゃあもう、じゃあ、16時ぐらいのところから、じゃあ、集合のところからちょっとシミュレーションしよう。はい。うん、じゃあ俺悟るだと思って、俺とちょっと喋ろう。じゃあ、俺の方が先に駅着いてました。はい。はい。いやー、待った。いやー、まあ、そんな、今私も来た。うん。自分集合時間そんな。うん。まあ。うん。ぴったりだし、まあ、多分大丈夫っすね、って言って。な、敬語なの？いやいやいや、敬語じゃない。終わらせないでしょ、シミュレーションしよう。じゃあ、俺女の子でやるわ。じゃあ、はい、何ちゃんにする？名前。サトルじゃちょっと雰囲気微妙でしょ？何がいいかな。うん。有名な。じゃあ、お前の母ちゃんの名前でいいよ。いや、それは大丈夫です。あかりとかでいい。明かりでいいの？はい。あ、じゃあ俺明かりね、今から。はい。じゃあ明かり待ってます、駅で。はい、どうぞ。いやー、待ちましたか、待った。あー、ごめん、今来たとこよ。あ、まあでも確かに集合時間、自分間に合ってっから。
うん、行くか。うん、行きましょう行きましょう。どこ行くん、どこ行くんだっけ。普通に花火だよ。花火、はい、はい、花火なんか久しぶりだな、見に行くの。でも全然行ったことないもんね。あ、行ったことないの。嘘だ。嘘だけど、まあ行ったことないけど。あ、嘘なの。あ、嘘だったんだ。私嘘つく人嫌い。いや嘘っす。あ、それあの、いやマジで行ったことないです。行ったことないよ。マジ行ったことないよ。あ、そう、行ったことない。本当どっちなの。マジ行ったことない。行ったことない。なんでなんで、今まで行く機会とかなかったの、友達とかと。友達いないし。あ、友達いない。うん。はい。あ、確かに。うん。友達いないし。うん。まあ、行く機会がなかったし、その祭りっていう文化が好きじゃなかったけど。なんで好きじゃなかったの。賑わってるから、うん、見てる分は楽しいけど、うん、そこに自分が参加するっていうのが、うん、あんま好きじゃないんだよ。引きこもり？いや、陰キャ？引きこもりじゃないけど。陰キャ？陰キャじゃないです。陰キャじゃないよ。陰キャじゃない。あ、そうなの、うん。じゃあ、まあ、とりあえず行こうか。行こう。え、何？場所わかる？場所はスクショして、うん、調べてきたから。あ、スクショ？それ見れば。はい、ああ、覚えとけ。見ればうん、見るまでもなく覚えとけよ、お前、そんな。うん。見ながら行くわ。え？見ながら行くわ。なんで見ながら行くの？見ながら、店に行くわ。うん。何を言ってんの？とりあえず、ついてくれば。うん、うん、いいついてけばいいのね。オッケーオッケーオッケー。うん、で、あ、なんか、え、なんかすげえ、電車を、人多くね？今日。多いか。まあ、その通りじゃね？いや、なんか、いや、どう考えても多いでしょ、これ。は？祭りの影響か。は？お前の目は節穴か？もうちょっと早く集合しときゃよかったな。いや、お前が、お前いつも14時集合するやん、お前。マジで。なんで、まあ、お前14時に縛る、なんか呪いでもあんのか、お前。14時集合ってなんかちょうどいいじゃないですか。ちょうど、ちょうどよくねえよ、お前。なんだ、お前、一緒に、一緒に普通お前、男女のデートってなったら、お前普通一緒にランチも食うやろ、お前。なんでお前ランチ、いいランチを調べて、私に食べさせたいとか思わないね、お前は。これデートだと思ってんの？は？デートじゃないの？じゃあ何なのこれ？デートか。じゃあ何だって、だからデートじゃなかったら。普通にその、うん、遊びっていうかまあ祭り。うん、まつ、何を言うてん、何を言うてんだお前。ゴモゴモ言いやがって、お前、カスがよ。ほんで、お前、電車やっぱ人多いじゃねえか、お前、これ。あ、じゃあもういいや、うん、タクシー。あ、タクシー、お前がそんな金持ってんのお前。うん。バイト始めました。こっからだと3万ぐらいするけど、2万5千ぐらいすると思うけど、大丈夫？ 2 万5千か。うん。片道で？片道2万5千だけど。大丈夫？とりあえず、うん。次の電車のとこまで行こう。うん。次の電車のところってどこで？あ、2駅あるんですよ。うん。それを世間では駅っていうね。電車のとこのことを駅っていうね。次の駅まで行くか。うん、次の駅。いや、普通にいいよ、電車でこのままで別に。電車でいいか。うん。え、てか、私今日浴衣だけど大丈夫？浴衣なん？浴衣だけど。え、てか、なんで気がつかなかったの？頭おかしいの、お前。目どこにつけてんねん。浴衣だけど。浴衣と一緒に歩くの初めてだわ。え、どう？似合ってる私。かわいい？まあまあまあ。いやいや、まあまあじゃなくて、かわいいんかっつって聞いてんねん。まあまあ。いや、だから、かわいいんかっつってんねん。基準がわかんないからな。基準って何の基準だよ、もうハゲ。まあ、初めてだからな。いや、初めてだったら何もわからないみたいな、そういうなんか逃げ方させないよ、私。まあ、周りの人よりは、うん。ダントツだね。ダントツでブスってこと？ダントツいけてるね。いけてるって何？私そんなパリピっぽくないんだけど。何それ、どういうこと？素晴らしい。素晴らしいって、え？ 100 点満点。100点満点？なんか言わされてる感じだね。本当は思ってないんだ。マジで思ってる。俺嘘つかないの。さっき早速嘘ついたけど、大丈夫？大丈夫です。なんでスーって言ったの？あ、敬語になったの？行くぞ、もう。うん、行こう。行こう。行こう。うん。行こう。で、じゃあ電車着きました。はい、わあ、なんかすごい人多いね。なんか駅やばくない？いや、まあ、そんなもんじゃね。でも結構早く行った方だけどね。え？早く着いた方じゃね？早く着いたかどうかの話してなくて、私、人多くないっていう話をしてるんだけど、早く着いたかどうかの議論してなくない？今、私。なんでこんな早く着いたのに、人多いんだ。いや、だからみんな同じこと思ってるからだよ、お前、バカ。まあ、むずいな。
え、なんか結構人、結構、え、めっちゃ、いたいた今なんかすごい肩ぶつかってった人いた。なんか、いた何してんの？ちょっと許さねえよ。いやいやいや、そこで喧嘩始めるのやめてもらっていい？あの、足立区のやつに多分お前勝てねえし。勝てないし。ちょっと、普通に。じゃあ、もうこっち歩けよ。こっちってどっち？逆、俺の逆側。俺の逆ってどっち？お前の、お前の正位置がわかんねえから、こっち逆位置わかんねえんだけど。まあ、うん。次ぶつかったら、うん。マジで許さないから。何を許さないの？ぶつかってきたやつ。うん、なんで私が、なんでぶつかる前提で話をするの？なんで私がぶつからないようにはしてくれないの、あなた。マジでぶつかんないようにする。どうやってするの？普通に、俺が前歩くわ。え、でも、なんか迷子とかになりそう。ついてきてる、マジで。で、しかも、なんか前とか歩かれたら、なんか、一緒にお話しながら歩けないじゃん。あ、じゃあ、ここで手つなごう。ここで手をつなごう。ここで手をつなごう。ここからじゃ手つないでいこう。え、手つな、つ、え、手、なんかすごい熱いし、私手汗ばんでるかも。いいよ、そんな。え、でも私のなんか汗、なんかよく臭いって言われる。なんか臭くてもいいよ、だって、ぶつかるよりマシでしょ。なんかでも3日ぐらい手洗っても、なんか私の汗の匂いが落ちないってよく言われる。汚すぎる。そう言われんねん。しゃあないやん。うん。ハンカチ持ってるから。うん。これ使えばいいよ。何？このハンカチでどうしたらいいの？私。汚いから。汚いって言われたんだけど。え、もうなんかすごい、なんかすごいショック。私もう帰る。いや、ちょっと待って。何？今からだから。え？今から帰ったら、また、3、40分。でも私のこと汚いって言うんだもん。私みたいな汚い人と一緒に遊ぶの嫌でしょ、あなた。手以外は綺麗だから。いや、手の汚さずっとそれ、なんか、なんだろう。手は汚いってこと認めてるじゃん、なんか。そっちが汚いじゃん。え？そっちが手汚いって言ったんだよ。でもそれをなんかフォローしてくれるのが、フォローしてくれると思ってた、私は。俺もノリで言って。うん。バランスするためにね。そのノリショックだった、すごい、私。すごい傷ついた。じゃあもう転生するわ。うん、何？じゃあ本当は、うん、めっちゃ綺麗。何が？全身、手も含めて。なんかその発言自体がちょっとキモい。あ、じゃあ、うん、嘘だよ、もう手綺麗。手綺麗。全然臭くねえじゃん。いや臭いよ、ほら匂い嗅いでみて、ほら、ほら。うん、まあいいよ。いや臭いんじゃん、ほらそのリアクションおかしいよ。いや絶対おかしいよ、そのリアクション。臭いリアクションじゃん。臭くて。臭かった時のリアクションじゃん、それ。いや、臭くて。やっぱ臭いんだね、私。あ、ちょ、なんちゃってっていう。冗談です。嘘じゃなくて、冗談で。うん。でもその冗談笑えないんだけど。その冗談笑えない。でもとりあえず一旦、落ち着いて、もうハンカチ貸すから。だから、そのハンカチで何したらいいの、私は。手拭けばいいんじゃないの？手を拭くの？でもあなたのハンカチが臭くなっちゃうよ。あ、もういいや、もうじゃあもう俺の手が臭くなればいいよ。とりあえずもう、いいよ。何そのなんかすごい、投げやりになってる感じするけど。なんかそんな、私のことに対して投げやりの人と一緒に今から祭り楽しめる気がしない。私。違う違う、精神誠意で、うん。こっちも挑んでるから。何精神誠意って。こっちもマジで、もう楽しむ、今日マジで楽しみにしてたんだよ、俺。うん。楽しみに来たと。ちょっと待って、充電器刺すから。ああ、刺したけど。で、はい、楽しみしてたの？あ、でも、うん。何週間も前から、うん。悩んでて。何週間も前から悩んでてて、花火に行くって決めたの今週じゃない？なんでそういう嘘つくの？ああ、まあ、いいよ、もう。何がいいの？え？何？手つないでいこう。もう。手つない、私の手つないでくれるの？いいよ。うん、じゃあ、行く。よし。うん。行こう。え、結構すごい道こ、え、でも大丈夫？なんかすごい道、めっちゃ混んでるけど。え、ここ進んでいくの？もっとなんか狭、人がいないとこ行こう。人がいないところは多分ないんじゃない？こっから。こっから多分半径5キロ以内は多分人がいっぱいいるところばっかだよ。ああ、じゃあ、うん、まあ押し込まれながら、
うん、もう手繋いでるから大丈夫だよ。手繋いでるから大丈夫？え、絶対話さない？ま、マジで話さない。本当？迷子にならないから。じゃあちょっと私トイレ行ってきていい？トイレ？うん、ちょっとトイレ行きたい。だってこの駅逃したら他どこにトイレ入れるか分かんないじゃん。確かに。じゃあ一旦トイレの駅行ってきていいよ。うん、トイレ行ってくるね。うん。じゃあここで待ってて。じゃあ行ってくるね。いいよ。あ、手離した。あ、手離した。あ、もう早速嘘ついた。いや、違くて。え、手離したじゃん。え、手離さないって言ったじゃん、絶対。じゃいいの逆に。ま、マジで行くよ、そしたら。いや、いいけど、多分、他の人に通報されるよ。まあ、じゃあ、まあ、ハンカチ持ってる。ハンカチ？あ、さっきゴミ箱捨てた。2個目あるから。2個目あんの？ハンカチ？俺の手だと思って。うん。ハンカチは手だと思って。そしたらまあ、うん、ルール上 OK。ルール上？何のルール？いや、手繋がないルール。手繋ぐルール。それなん、どこの、オフィシャルはどこ？FIFA？ オフィシャルは、うん。いや、授業違くて。うん。お前だから、さっき言ったやん、俺。何？だって手離さないって。だから離したやん、そこ。いやいや、それハンカチは手だ。手離さないって言ったら30秒後ぐらいに離したけど。一旦じゃあトイレ行ってきて、うん、戻ってきたらまた繋げば、うん、でも別にトイレ行きたくない私今。あ、じゃあもう行こう。行こう。じゃあ行こう。うん、結構人混んでっけど、うん、行けるっしょ。行けるっしょって、うん、まあまあ行けるとは思うけど。え、なんかお腹空いてる？まあそうね、今4日ぐらい食べてない。何も4日。うん、よく食べてない。屋台のレベルじゃねえな。うん。じゃあ、何しよう。あ、近くに蕎麦あるから。蕎麦。涼しいから、蕎麦。うん。4日食ってないやつに蕎麦よこすの、お前。4日食ってなかったら何食えばいいんだ。だから、4日食ってないの、こっちは。私、4日食ってない、今。焼肉行くか。焼肉？焼肉行く？今？浴衣だから無理か。うん、浴衣だからね、すげえ匂いつくしね、焼肉はね。蕎麦一番良くね。蕎麦がいいの？なんていう蕎麦屋さんあるの？なんかめっちゃ高級そうじゃね、これ。なんていう名前？そこ蕎麦屋さん。蕎麦屋、なんて名前これ、漢字読めねえな。え、でもなんか、祭りの日は、なんか、あの、混雑するため、お休みいただきますって書いてあるけど、張り紙。マジかよ。何これ？祭りの時こそやれよ。いや、わかんない。なんか、出店とかでみんななんか、そっち入っちゃうんじゃないの？じゃあ、焼きそばでよくね？焼きそば？焼きそばか。でもラーメンだと熱いから。ラーメンだと熱い。パスタとか。パスタ？パスタよくね？パスタいいけど、どこにあんの？パスタ屋さん、そば屋の隣にあったよ。パスタ屋の隣に、そば屋の隣にパスタ屋あったの？さっきあったよ。麺と麺のせめぎ合いじゃん、そこのゾーン。ああ、うん、まあ、とりあえずそこあいつら行こう。パスタ？わかった、じゃあパスタ入ろう。よし、うん、入ろう。あ、結構涼しいな、ここ。まあ、そりゃそうだろうね。中暑かったら地獄だからね。で、厨房はもっと地獄だね、それだったら。ほんでそこにだいたい16時半1時間半もかかってたの、ここまで。1時間半かかってたの。パスタ、うん。いや、だからパスタどうする？何食べる？普通カルボナーラ、俺は。カルボナーラ？カルボナーラが一番好きかな。いや、カルボナーラ、じゃあ、いや、私がカルボナーラ食べたかったから、なんか違うのにしてよ。うん。いや、うん。スパゲティ？スパゲティは全部スパゲティだろ、バーカ。あ、ミートソーススパゲティ。いや、ミートソーススパゲティここにはないわ。なんだか、おしゃれだね、結構。うん。そう、結構いろんなあるね。マルゲリータじゃなくて、なんだっけ。マルゲリータピザだね。ピザ食うよ、お前。なんで、パスタ料理名が出てこない。うん、パスタ、何食べる？ミネストローネ。え？ミネストローネ。それトマトのスープだね。うん。お前スープ食うの？
私がパスタ食ってあなたスープだけなの？なんか逆み、なんか周りの人に私、なんか彼氏あんまりスープだけなのに、あの女めっちゃがっついて食ってんなって思われそうで嫌。だから何かパスタ食べて。ペペロンチーノを大盛りで。ペペロンチーノ。え、ペペロンチーノ何が好きなの？ペペロンチーノなんか、うん、結構トマト、うん、ペペロンチーノにはトマト入ってないね。ペペロンチーノオイルパスタだからね。オイルパスタっぽくね。は？何言ってる？なんか、うん、パセリ乗ってるし、うまそうだから。なパセリ、お前パセリだけ食ってるよ、じゃあお前。あー、まあ。は？結構うまそうだから、もうこれにするわ。何食べんの？ペペロンチーノ。ペペロンチーノ？ペペロンチーノと、うん、マルゲリータで。あ、ピザも食うのお前。お前、ピザも食うの？カルボナーラ。カルボナーラはだから私が食うよ。あ、注文してくれたの？はい。注文するよ。あ、あとこのティラミスも食べたい、私。ティラミス？うん。あ、まあ、ティラミスか。うん。まあいいわ。俺払うわ。え、払ってくれんの？まあまあ、それぐらいだったら別にいいわ。え、なんか悪い。このティラミス3万円もするのに。3万円？スパイスで言うだけ。このカルボナーラ5万円もするのに。本場よりだけ。え？本場のイタリアより高い。本場のイタリア行ったことあんの？ないけど、まあ、ないのかよ。なんだお前、知ったかぶりやがってカス。こんな、また近く、高いな。うん。で、あの、あなたが頼んだペペロンチーノは300円だった。サイゼリア。うん、300円のペペロンチーノだね。私は5万円のカルボナーラと3万円のティラミス頼んだけど。8万300円払うわ。うん、ありがとう。うん。全然いいよ。うん。働いてるし。あ、働いてんの？バイトしてるからいいよ。何のバイトしてんの今？俺、あれだよ、うん、スーパーで。うん。いろいろやってんだよ。いろいろって何？品出しとか、レジ打ちとか。え、レジ打ち？あ、レジ打ちやってんだよ。え、マジ？え、その感じで？うん。俺結構やってるよ。え、なんか、ぶん殴られるでしょ、よく。ぶん殴られないでしょ。よくお客さんにぶん殴られない？そんなやついないでしょ。顔がなんかムカつくっつってか、あの、ぶん殴られない？顔で？うん。うん、私だったら多分、あの、レジ打ちが、あの、あなただったら多分ぶん殴る。じゃあもう絶対付き合えないじゃん。無理だよ、それ。いや、そんなことないと思う。え、なに、付き合いたいの？それ。いや、実は。うん。やっぱ、前から。うん。映画行ったりスカイツリー行ったりしたでしょ。あ、知ったっけ。あんま記憶にない。忘れてるやん。うん、あんま記憶にない、ごめん。1ヶ月前だよ。あー、なんか私ね、なんかあのクソみたいな記憶がすぐ消すようにしてるんだ。クソみたいな記憶。こっちからさ、結構大事な、うん、イベントだったんだ。あ、大事なイベントだった。なんで、うん、どうしたの。もうだから、うん、とりあえず、うん、まあ付き合ってください。え、ここで？え、パスタ屋で？え、あんた今から花火見るっていうタイミングなのに、あんた今パスタ屋で告ってきたの？嘘でしょ？なんかベストタイミングかなと思って。これパスタ屋が？結構今いい流れだったから。うん。結果だと思って。今ここで？うん。え、花火これから見るのに？花火より、まあ、花火はもう付き合ったっていう。うん。あれで行けばよね。あれってどれ？でもしでも、だってさ、よく考えて、もしここで、私がノーって言ったら、この後花火どうすんの？どういう感覚で見たらいいの、私。ノーって言うの、今。いや、わかんないけど、それは。逆に言える？ノーって。いや、でも逆に言うと、このタイミングで、告ってくるやつ、今から花火大会でこれから花火見ようっていうこのタイミングで腹ごしらえをしてるパスタ屋で告ってくるやつ、今後もタイミングいろいろミスりそうだから、なんか今後のこと考えたらちょっと辛いかなって思っちゃった。あー、まあ、確かに。じゃあ、うん、今の訂正。うん、訂正？何？うん、訂正するわ。うん、何に訂正してくれんの？普通にもうパスタ食って、うん、もう行こうぜ、現地。うん、湘南の風か、お前。なあ、お前のその、すかしっぷり湘南の風か？お前。なあ。うまくね、このパスタ。いや、お前話のそらし方下手か、お前。
なあ、それじゃそれねえ。なあ、お前それじゃそれねえよ。話は。おい。どこで告ればいいんだ、これ。いや、どこで告ればいいんだって私に聞かないでよ。確かに。いや、今心の声が漏れたわ。心の声漏らすなよ、お前。まだしょんべん漏らしてくれた方がまだマシだったわ。気まずこの空気。どうすんねん。パスタなんも味せんでよ、お前、これ。スーパスタ食ってんのかと思ったわ、これ。なんか飲み物飲めば。飲み物？味変えよう。味を変える？味と雰囲気変えれば。じゃあなんか飲み物勝手に選んでちょっと注文してよ。なんかあなたのセンスに任せるわ。ここ結構あれだね。うん、おしゃれだな。うん、さっきも聞いてよ、そのおしゃれだな発言。足立区におしゃれな店なんてないねん、そもそも。酒なのか。酒、お前10代だぞ、こっちは。お前、舐めんなよ。ダメか、酒はダメだな。おう、どういう誘いで出してんのよ、お前。酒の力借りようとすな、お前、カス。なんか、結構、あれだな。キウイでいいんじゃない？は？マンゴーとか。なんて？キウイの。うん。やつうまそうだな、これ。キウイの何？果肉が入ってるから。うん、果肉が入ってる何？キウイ。キウイジュース？なんだその特殊な飲み物、お前。どこに置いてあんねん、キウイジュース、お前。なあ。グレープとかやりましたでしょ。グレープ？これ、うん、いや、だ頼んでる、だから。でもなんか暑いから、暑いからなんか爽やかな感じのやつがいいな、私。爽やか？うん。ザクロとか。ザクロのジュース！ザクロのジュース！柑橘系がいいか。は？オレンジジュースでいいか。お前変なのばっかお前攻めてきやがって。マジで。なんだザクロ、キウイのジュースの後ザクロのジュース。お前。ザクロうまかったよな、あれ。ザクロ。ザクロにうまいとかまずいとかないねん。あんなもん果肉ほぼついとらんねん。アホが。はいよ、頼めよ。じゃ、オレンジジュース二つで。おい、しょうもない、お前、安牌来やがって、お前、カスが、お前。センスな、お前。だったら、キウイのジュースでよかったわ。こっちは。キウイのジュース飲んでみたかったな、私。じゃあ、キウイ一個とオレンジ一個で、それまずかったら俺飲むわ。いや、嫌だよ。私のことを、あんまり大事に思ってくれてない人と、間接チューするの嫌。私。手繋いでんだよ。大事に思ってないでしょ。は？何言ってんの、お前。だって、お前、さっき言ってたじゃん。大事だと思ってる私がいるのに、次に人がぶつかってきたら、そいつ、フルボッコにするって喧嘩するみたいなこと言ってて、私、じゃああなたが喧嘩してる間、どうしたらいいのよ。俺、守ってるだけで、正当防衛だから。正当防衛とかじゃないから。お前、雑魚だから2秒で殺されるし、防衛する前に殺されるし。この日のために鍛えてきたの、俺。本当？それ嘘だったらどうする？ガチで腹筋、まあまあだよ。腹筋、まあまあなんでしょ？まあまあじゃ結構じゃないじゃん。どっちなの？じゃあ、足立区民って、うん。結構あれだよ。どれ？言ってもだよ。うん。あの、身なりがかっこいいっていうか、強そうなだけで。うん。まあ、そうでもないよ。言っても。それ今、周りの足立区民の人に聞かれたら、お前殺されるよ。あっちの席の人がめっちゃ来てる。え、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。あの、超、入れ墨まみれの人めっちゃ見てるよ。ね、大丈夫？ね、めっちゃ見てる。よし、行こう。もう隠れよう。隠れるの？行こう。どこ行くの？もう、一回駅戻るか。え？一回駅に戻る？一時間半かけてここまで歩いてきたのに、駅戻るの？今。一時間半かけて。一時間半かけてまた戻るの？いや、違くて。うん。駅戻ろってでかい声で言って。うん。向こうも駅行くから。うん。その隙に逃げよう。うん、お店の中ででっかい声出すのとかやめて。恥ずかしいから。ついな。そのシチュエーション起きるか。レアだな。何言ってるの？あなたが撒いた種よ、これ。あ、食ったわ。え？食ったな。お腹いっぱいだよ、もう。よくお前、食ったなぁに話飛ばせたな、お前今。なぁ。
そんな場合じゃないね。今、足立区民にめっちゃ追っかけられてんねん、私ら。やばいな。やばいな、じゃねえって。お前が、なんか無駄に足立区民煽るからよ。足立区民、じゃあ、友達になってくるわ。そしたらもう仲良くなるんじゃん。じゃあ、その間私は待ってなきゃいけないの？この人混みの中で、うん、あなただってさっき手離さないって言った！今もずっと繋いでんじゃん。じゃあ繋いで、私も行かなきゃいけないじゃん、足立区民に。友達になればいいんだよ。足立区民のとこ私も行かなきゃいけないじゃん。私怖いよ、足立区民。困ったな。困ったな、じゃねえ。お前が足立区民煽るからや。じゃあ、いいよ。あの人たちより早く食って、うん。よ。え？金払うから。もうあの人たち食べ終わってるよ、もうとっくに。あの人たち出るまで、ここで待機だ。え、ずっと待ってるよ、こっち見ながら。ブツブツ言いながら。どうすんの、これ。え？いいじゃん。とりあえず。うん。金渡して。うん。抜けよ、もう。許してもらおう。金渡すの？え？何そのしょぼくれた対応。もう喧嘩してもしょうがないじゃん。こっち大人だから。いや、お前が子供だから煽ったんだけどね。どうすんねん、俺。どうすんねん。まあ、こうなること想定してたんだよ、俺。足立区だから。想定してたの？じゃあなんで、あなた、あえてここ選んだのよ。俺は花火が見たい一心で来たから。うん。じゃあ私のこととか考えてなかったのね。私と会いたいとかそういうことよりも、花火の方が重要なのね、あなたにとっては。二人で花火を見るっていうのが、うん。もうそういう情景が、うん。もう一週間前から思い描いてた、俺は。しょ！シンプルにしょい。忘れんだ、これ。え？一旦もう店出よう。うん、店出るの？うん、うん。お会計16万円だって、お会計。持ってくられてるよ。持ってくれば。16万円だって。16万円払わないと出させてくれないって、このお店。ちょっと待てよ。それマジで許さねえわ。何を？マジで、それは本当に金持ってないから。うん。それは説得してくるわ。なんて？普通に、その、店長呼んでって。いや、それ店長がそれ言ってるもん。店長が会計してんねん。いや、おかしいだろ、それ。領収書見せるよ。領収書とかないって。じゃあ、もう払わねえよ、そしたら。じゃあ行こう。じゃあもう行こう。行こう。うん、行こう。よし。あー、食った。ちょうど、なんか、夕焼けが。食ったっつっても、お前、ペペロンチーノ、変な時間に食うからだよ、そりゃ。お前昼飯食ったのに、あの、3時のおやつにペペロンチーノ大盛り食うからだよ。4日食ってない人が近くにいたら一緒に食うでしょ。うん、よくわかんない、ちょっと。4日食ってないとかないし。お昼ご飯食べたし。食べたんかい？チャーハン食べたし。ちょうだい。うん。チャーハン？チャーハンと餃子とニンニクの素揚げ食べたし。ニンニクの素揚げ？うん。変わってんね。うん、ニンニクの素揚げ食べた。美味しかった。じゃあ、ザクロでよかったよ。なんで？ちょうどスッキリするから、ニンニク。だから、キウイでよかったよ、別に。キウイうまかったあれ。まずかった。まずいんかい。うん、すげえまずかった。じゃあ、とりあえず行こう、もう行こうもう。うん、どこ行くの？花火会場、すぐそこだからね。うん。暑い。暑い。すごい暑い。すごい暑い。扇風機持ってないの？扇風機なんか持ってるわけねえだろ、お前。バカじゃねえのか、お前。ああ、じゃあ、いいよ、ハンカチで汗拭けば。汗拭いても暑さ変わんねえし。コンビニ行ったやつ買うか。コンビニなんかお前、今この時間に行ってみろ、お前。何時間レジに待つ、並ぶねえ、お前。バカが。あそこにアイスクリーム屋さんあるの？アイスクリーム？うん。うん。屋台あるわ。屋台のアイスクリーム屋さんなんか見たことねえよ、俺。かき氷？うん。かき氷のシロップなしで頼んでくれ。氷食うだけ？お、氷食いていいから。シロップいらねえっつって頼んでくれ。いいよ、じゃあ。うん。400円ね、俺払うわ。うん、当たり前だ、バカ。うまい、これ。まずい。
なんか、多分あの、この氷がドブを凍らした氷を使ってる、これ多分。ドブクシェ。さすがダチクだな。うん、これドブクシェは、このかき氷。とりあえず、あれだな、もう行こう。うん、お前行こうしかさっきから言わんな、お前。近いから。うん、あとどんぐらい？そこ土手やん、すぐ。うん、土手だな、おいで。もう5時だから。うん。そっからもう、あと2時間でしょ。2時間。普通に、あれだわ、もう、雑談してればすぐだろ。暇だわ。お前のトークスキルクソだから暇だわ、マジで。なんか、じゃあ私のこと楽しませるトークをしてよ、ちょっと。なるほど。そこでエピソードトークか。エピソードトークなんつってねえし。楽しませるトークつってるし。どうってなんだよ、お前、抽象的だな、お前。え、なんかサークル入ってるの？入ってねえよ。ああ、入ってる。最近入った。え、マジで？うん。やりさ。やりさ。最悪だよ、お前。やりさ。テニスサークルという名の、やりさ。こんなところにいるとこじゃねえぞ、それ。でも、テニスはもうほぼやってない。もう、サークル等でセックスしかしてない。私。毎日。最悪だよ、聞けたなって、それ。だって聞いたし。せっかく花火見てきてんだからさ。うん。やりさん聞くなよ。いや、お前が聞いたから答えただけの話やんけ。そんなね、気分落ちたわ。じゃ、帰る？いや、帰んないけど。帰らないんかい。やりさんはねえだろ。やりさだよ、お前。だってテニスサークルなんかテニスやってみたいなと思ってテニスサークル入ったら、それがやりさだったんだもん。他は、まあ、スノボサークルという名のやりさだね。全部やりさでしょ。うちの学校やりさしかないのよ。テニスとスノボでやりさって最悪だ、一番最悪だ。オフシーズンはやってばっかりいる。だから冬はスノボ行くけど、夏はもうやってばっかりいる。やることないからね。夏はじゃあ俺とスノボ、それは。じゃあ冬は？冬はいいよ、行って。でも、スノボーで、泊まりで行って、そこの、なんか宿でやるんだよ。やるんかい。当たり前でしょ、やりさなんだから、そんなもん。行くなよ、それ。え？行くなよ、もう。行くなよって。あなたに何のそんな権限があるの、彼氏でもないのに。実は。うん。でも前にさ、映画とか行ったじゃん。うん、行ったね。その時から。うん。その時からっていうかもう中学校の時から、うん、思ってたことあるんだけど、何まあ好きだったんだよ。え、お前話題の振り方強引すぎね。いや結構自然な流れじゃん。いや、お前デッドボールのボールをストライクゾーンに無理くり持ってきてストライクでしょって審判に抗議してるのと一緒やで今の。うん、え？忘れてなくね？いや、もうめっちゃ当たった。もう顔面に。ビーンボールだった、ビーンボール。今そんなダメだった、今。うん、ダメすぎた。じゃあ訂正。何？普通にその、花火見るか。いや、まだだし。今5時だし。お前さっき5時っつったし。なんかでも、これ写真撮らねえ、ここで。写真？何の？ハメ撮り？夕焼けが綺麗だから。いや、ハメ撮り？ハメ撮りじゃなくて。外やん。え？外やん。外だね。外のハメ撮りはねえだろ。じゃあ何するの？普通にここで記念撮影。うん、記念撮影？うん。どんなポーズすればいい？誰かに撮ってもらおう。誰かに撮ってもらう？誰に撮ってもらう？いい人いるわ。ああ。あの人いいじゃん。じゃあ、ちょっとお願いしてきてよ。ちょっと撮ってくれません。なんだって？いや、OK。あ、OK？ なんかあの人走ってったよ、なんか。嘘でしょ？え？スマホ取られた。あれ、スマホ持ってかれたんだけど。え？いや、まあまあいいよ、あれ。8万ぐらいだよ。
スマホ持ってかれてるけど。え、どうすんねん。取り返してくるわ。え、じゃあその間私どうすればいいの？マジでここで。ここで待ってるの？足だけ入んで。うんうん。じゃあここで待ってればいいの？ここで待ってて。うん。俺今すぐ走って取ってくるから。うんうん。え、でも結構もうだいぶ行っちゃったよ、もう。もう見えないよ。いや、あの GPS ついてるの。うん。スマホ。うん、GPS ついてても、お前その GPS を見る端末がねえじゃん。終わったな、どうしよう。まあ、え、バカな？そこ右曲がっただけだから。うん。行ってくる？じゃあ。多分近いから大丈夫だよ。うんうん。じゃあ、待ってればいいの？ここで。これ待って。分かった。ちょっと待った。あ、何？帰ってきたの？うん、取ってきた。さっき私の手離さないって言ったのに！いや、ハンカチ持ってるやん。ハンカチはもうさっき捨てた。捨てた。うん。捨てたの。もう。臭いから。なんか。なんか変に臭いから。あなたのハンカチ。自分の手じゃねそれ。ひどすぎるんだけど。え、私の手臭いとか言い出したんだけど。え、こいつやば。間違えた。うん、間違えた。何と間違えたの？臭くないんだけど。うん。笑うかなと思って言ってみた。いや、笑うわけないじゃん、それ。ギャグせんな、マジで。センスな。突っ込んでくれたと思った。突っ込むのはお前の仕事だろ。私の穴にあなたが突っ込むんじゃないの？もうそろそろ花火始まるくね。は？なんで流したん話。あ、花火始まるの？そろそろ？もう結構だいぶ喋ったし。うん。ちょっと疲れたわ、走って。うん。ちょっと一旦寝よう。え？寝る？ちょっと、土手で寝よう。土手で寝る？え、私、白い浴衣なんだけど。白にチンコの模様があしらわれてる浴衣なんだけど。チンコがいっぱいこう、花柄みたいにチンコ柄になってる浴衣なんだけど、白ベースの。え？電車の時に気づけばよかった、俺が。なんで気づかなかったの？そんな、よく見たらでも、確かに汚ねえな。汚い。また私のこと汚いって言ったの、あなた。ガラが汚い。もう私帰っていい？私帰っていい？今日浴衣持ってっから、うん。こっちに着替えた方がいい。なんで浴衣持ってんの？こうなることに見越してたんだ。変質者？変質者？行かれやんの？あ、待って、花火めっちゃ綺麗やん。あ、花火上がったの？これ何発ですの、これ。1億3000万発。日本人口みたいな。うん。大仏だ。大仏らしい。めっちゃ綺麗だな、でも。うん。こんな、初めて見たの、花火。花火初めて見たの？こんな近くで。うん。そうなんだ。実は、うん。どうしよう、なんか、ちょっと、前映画行ったじゃん。行ってない。行ったよ。覚えてないよ。ああ、あれか、おじゃる丸見に行ったとき？おじゃる丸？うん。おじゃる丸映画化したんあれ。わかんねえ。おじゃる丸は見た記憶あるけど。おじゃる丸じゃなかった？別の男だな、それ。じゃあなんだっけ？ファインディングにも。ああ、ファインディングにも。うん。ファインディングにも見に行ったっけ、あれ。あっちにファインディングにもか。いや。ガッチャマンリターンズだったと思う。全部ダサいっす、あれが。え、なんだっけ？何見に行ったっけ？いや、あれ恋愛系のやつだよ。恋愛系のやつ？ああ、覚えてない、全然。まあ、俺たち見に行ったんだよ、実は。ああ、そうだったっけ？うん。それで？その時から思ってたんだけど。うん。好きだったんだよ。その、おじゃる丸が？おじゃる丸じゃなくて。うん。そう、付き合ってください。おじゃる丸と？おじゃる丸とじゃなくて、うん。あなたと。あなたとおじゃる丸が、私とおじゃる丸を付き合わせたい。おじゃる丸見に行ってなくね、俺たち。おじゃる丸は見に行ってないっけ？うん。うん。何見に行った？あ、クレヨンしんちゃんか。クレヨンしんちゃん見に行ったっけ、俺たち。
何？じゃあ何見たっけ？私の恋愛系のさ、うん、恋愛サスペンスってやん。恋愛サスペンス？そう。何それ？何そのなんか。おもろかったあれ。何そのクソみたいなジャンル。ってやん、覚えてないのあれ。全然覚えてない。その時からずっと好きだったんだよ。その時からずっと好きだった？何その恋愛、そのなんか変な映画の主人公の女の子と？違くて誰だっけあれ出てた誰だっけ誰だっけな、うん、あの女優いたねでもうん誰あ広瀬すずだっけあ広瀬すずねあれクソだなあいつなうんあれはしょうもねえあれしょうもねえな、うん、しょうもねえうんでそのしょうもねえ女が好きってことじゃ広瀬すず嫌いだかなあ嫌いなのはっきり言ってあそう、うん、じゃあ帰ろっかそろそろえ？まだ花火途中で花火もう終わったよ。もう7時半だ今。もう8時半だよ、バカだわよ。8時半かよ、お前。うん。告白タイミング逃したわ。え？何やってんねん。もう8時半か。じゃあそろそろ。うん。駅戻るか。駅、うん、すげえ混んでっけど。どうするこれ。もう帰れんな。ちょ、ヘリ。ヘリ。ヘリ呼んでくれ、ここに。してうん、ヘリをちょっと呼んでくれ、ここ。無理や。もう、もう足がもう、擦り切れてて痛い。もう歩けない、もう。わかった、ちょっと、ヘリ呼ぶわ。うん。普通に、あれじゃない？自転車で帰ればね。これ何時間やんねん、これ、ほんで。ちょっと。なあ。お前もう、国連勝ったやん。いつのタイミングで来ればいいの、これ。来ればいい。どうなったんだろう。別にどこでもええよ。まあ、パスタ屋ではないよ。うん。うん。花火の、うん。打ってる最中。か、終わってからか。終わってからか。まあ、俺だったら、終わってからだね。終わってからだね。俺、終わって、なんか、ああ、終わっちゃったね、のところだね。え、なんか、静かになっちゃうじゃないですか。だから、静かになって、いいやん。聞く体勢になるやん。そこで振られたらもう。うん。やばくないですか？もうやばいよ。地獄っすよ。地獄だよ。でもそこしかなくない？じゃあ、とりあえず打ち終わったとか。うん。じゃあ、打ち終わったとこからやろうか。あー、なんか、花火終わっちゃったね。全然写真撮ってなかった。もうずっと見てたわ。いや、私、よくいるんだけど、花火中に、スマホで花火の写真撮ってるやつ、ゴミだと思ってる。危ねえ。撮れてなかった。いや、マジゴミだと思ってる。花火なんて、写真で撮ったところで、その花火の感動は、誰にも伝わらねえのに、それをわざわざ撮って、私、花火行ったんだっていうマウントのためにインスタに上げる女、マジキモいと思ってる。何の自慢にもなってないから。え、でも撮ろうとしてたんでしょ？いや、それ撮ってないでも。え、でも撮ろうとしたって言ってたじゃん。でも普通に、うん。目に焼き付けたが、うん。思い出になるよ。え、さっきと言ってること違くね？でもさっきなんか言った俺。なんか、写真撮、一枚も撮ってねえわって言ってた。いや、そう覚えてねえわ、もう。なんで覚えてないことあんの？待って、なんか、結構静かになってきたな。30秒前だけど。あ？帰り始めてきた。うん、静かにはなってねえよ。みんな帰るタイミングでガヤ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 しとるわ、お前。花火の音がなくなったから余計ガヤガヤが、なんか耳に痛くなってきたわ。あー、ちょっと。うん。ここのタイミングか。何が？一旦。うん。決めてたことがあるの、実は。え？決めてたことがある。決めてたことがある？何？うん。今日は。うん。花火見て楽しかったっていう。うん。ことで。うん。え、お前の中で楽しかったっていう思い出になった？いや、もう、楽しかったっていうか、うん。美しい思い出。うん、私の中では結構、こいつ気が利かねえから、こんな炎天下の中、飲み物も渡してくれないし、クソだなって思ってて、マジ、熱中症か脱水症状になるかと思ったっていうのをずっと思ってたけど、私。まあでも、そんな男でも、うん。まあ、
頑張るんで。何を？金稼いで。うん。まあ、ちょっともう、笑いの絶えない日々を。うん、っていうか、金稼いでって何？お前、まず大学1年生だろ、お前今。まずお前の本文はな、勉学だ、カス。とりあえず、勉強やって。うん。勉強と。うん。両立？何の？だから、付き合ってください。で、何のって聞いてるやろがい。いや、だからその恋愛です。恋愛だよ。は？勉学と恋愛を両立するってこと？うん。は？そうだよ。はっきり言えよ、お前、カス。だから、勉学と恋愛を、両立するために、うん。もう、炎天下の中、うん。飲み物を渡せなかったけど。何を言ってるの、お前は。お前は勉学をする前にお前知能指数が足りないねん。何を言ってるかわからんねん。は？恋愛は、うん。もう、恋愛の方が比重が重いわけ。何言ってる？勉学の方が比重が重いだろ、カス。っていうかお前両立させるんだろ？両立させるんだったらお前勉学も恋愛も同じ比重だろ、カス。はい、論破。はい、論破、お前。そんなこと言ってことなくね？今まで。は？冷たいってお前が冷たくさせてんねん。猿が。花火終わった後だよ。だからなんだよ。すっげえおもろかったよ。いや、花火を面白いと思うことはないけどな。こんないい展開なのに。こんないい展開？は？お前がその展開を作れてないからいい展開になってないんだろう、バカ。ゴミが。え？なんつった今お前。うぜえつっただろお前。むずいな。むずい？むずくねえし。っていうか前からあんたに聞こうと思ってたんだけど、今聞いていい？あ、え、あんたってもしかして童貞？そこ聞いちゃう？うん、聞くけど、何？何万発上がった後だよ。何万発上がった後にお前が一発撃ったかどうかを聞いてんねん。は？それ言ったらなんか変わんの？変わるよお前。それがお前なんだ今お前さっき告ろうとしてたやつに対して、その自分のこと自分に告ってきて、私の返答次第で彼氏彼女になるかもしれない相手が、それが童貞かどうか大事な情報やろがい、バカが。やったことないよ。は？やったことない。じゃあ童貞ってこと？今日初めて一発だ。え？待って、今日私とやろうとしてんの？え、気象。え、告ったその日にやろうとしてんの？え、童貞はこれだから、すぐ焦っちゃって、うわ、気象。気象見沢なんですけど。え？花火の最後の一発やん、これ。ほら、来た。ほら、花火撃った。何言ってんの？何言ってんの、こいつ。は？気象。気象見沢なんですけど。こんな言われたことないんだけど。いや、いや、お前がだって彼女の情報くれないから、俺なりの、お前の好きそうな女の子を演じただけやろがい。そんな、ボロクソ言われたことないっすよ。いや、だから、お前が俺にさ、事前に、その子の情報くれないからやん。もっとなんか、うん。めっちゃ、笑うんすよね。うん。ちょいちょい笑ってたやん、俺。全然違いますね。下げすんだ笑いをしてたやん。優しいやろがい。むしろ。インタビューしてあげたり、お前。そんななんか、うん。8万の、うん。ランチなんか食わないっす。いや、それ、たまたまだって、お前が、ここが美味しいパスタだって言うから、お前入って、ああ、この覚悟があるんやなと思ったから、お前、事前に下調べしてきたんやろと思ったから、普通に食いたいもん頼んだだけやけど。確かに下調べすんの忘れてたわ。バカが。ここ大事だったんですね。で、お前、なんだ？蕎麦屋も、なんだ？閉まってること知らなかったし、お前。え、蕎麦屋良くないですか？蕎麦屋良くない。
ランチでそば。いやまあ信州とか行くならいいけど、まあ、有名どころか。そう、信州とかね。信州で、お前とりあえず今今日シミュレーション付き合ってやったんだから、はい、お前今週末とりあえずもう今週末行くことに決定したんでしょ、足立に。もう、はい、家帰って送ります。うん、でそしたら、もうてか今送れよ、今。今、うん、今ほら、初デートでズルズル蕎麦食うのはきついって。え？あ、コメントね。そう、デートでズルズル、なんかね、もしかしたら相手もお前のこと好きかもしれないわけでさ、好きな男の子の前でさ、ズル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 蕎麦食うのきついって。いや、麺類は無理っすか。いや、お前でもペペロンチーノ大盛り食ったよ、お前。で、お前、お前店とか女の子の前とかでもお前フォークでこうやってバーって持って、お前ズベベベベベってペペロンチーノ吸いそうだもん。どうやってじゃあ食べるの？フォークで。手づかみ？回転させて。回転させて？それを投げると。投げないでしょ。それを女の顔にめがけて投げるんだ。え、なんだろう。麺類じゃなくて、中華とかがいいんじゃないですか。中華？中華。横浜の中華街か、お前。逆に、何の辺りですか、もう。あ？中華もダメで、うん、麺類ダメだったら、うん、っていうか祭りの日に普通にその辺の店に入れると思うなよ。え、大前提。屋台で大丈夫か。いや普通に店大体めっちゃ混んでるよ。普通屋台行きません。は？普通屋台行きません。いや別に屋台でもいいと思うけど。焼きそばとか。うん、それでいいんじゃん。うん、でもどうする、彼女がさ、私屋台の焼きそばの作なんか屋台の焼きそば作ってるの見たことあるんだっつって、仕込みしてるところ見たことあるんだ、なんか渋谷の公園の、これマジの話なんだけど、あの渋谷のこ東口にあった、もう今なくなっちゃった公園のところで、なんかホームを列してるおじさんたちが、あのトイレからホースで水引っ張ってきて、そこでそのトイレの水でキャベツびしょびしょ洗ってるっていう、しかも何ゴミでっかいゴミ箱みたいなやつにその洗ったキャベツを手でちぎってそれを入れてんねん。ホームレスが運営してる。そうそう、ホームのレス。そうそう、これ本当の話ね、これ本当の話。トイレの水をホースで、緑色のよくあるホースで、しかもカビカビ。ホースのなんかところはもう黒くて、カビてるホースね。それで水引っ張ってきて、そのバケツの中、水色のでっかい丸いバケツあるじゃん。なんか、90リットルぐらい入るやつ。あれの中に水、こうやってホース突っ込んであって、その中に、キャベツをちぎって、その中に入れてくね。そうすると、そのキャベツの中で流水でこうやって、くる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 、そのキャベツがこうやって、便所の水で流れてんねん、こうやって。それで洗ったっていうことになってんねん。これマジな話、ね。これマジな話、ね。いや、例外じゃない、本当に。これが闇よ。屋台の焼きそばの。いや、じゃあ、安いから、労働力が。賃金が安くて済むから。誰かが。そう、敵屋がそう、ホームがレスしてる人たちに、それをお願いして、自分たちは手も洗ってない状態で、そのキャベツちぎって、トイレの水、引っ張ってきて、そのトイレの水を、なんか流水でこうやって動かしてるところのバケツの中にキャベツちぎって入れてんね。高い屋台はいいってことか。高い屋台なんてない。だいたい同じ値段。それを、その真実を彼女がもしどこかで目撃してて、私ちょっと屋台の焼きそばちょっと無理なんだってなったらどうする？いやでも SNS そんな疎いっすよ。いや SNS が疎くてもそれを知識的に知ってる人はどうする？いや俺が毒味すれば。で、毒味したところで、
いや私そのなんか不潔感がちょっと無理ってなったら、そしたらもう近くの店入って、だから店入れないっつってるだろ、わからんやつやなお前。どうすればいいんだこれ。お前すげえ炎天下の中、お前それ列に並ぶんか。お前じゃあ近くのおにぎりとか、近くのおにぎり屋台に、コミケかお前。屋台って何なんだろう。いろいろあるよ、スーパーボールスピーとかヨーヨーとか。まあこれで分かっただろ、お前のシミュレーションが圧倒的に足りないってことが。いや本当危なかったな。そうだぞお前、ここでミスって言われてるんですね。そう、俺がお前のミスに気づかしてあげたんだお前。いっぱいシミュレーションせえお前。いっぱい調べても、うん、調べてないフリの方がいいですから。いや調べたらいいじゃん、調べてきたっていうことで。っていうか予約でも入れときゃいいじゃん。まあ多分ほとんどの場合が、ああその日はちょっと予約無理なんですよねって言われるけどね。さあどうかわかんないけど、あとはそのタイミング、花火を打ち終わった後が、うん、肝ですね。まあだからなんて言うかだよ。でちなみにだけど、ちなみになんだけど、さっきの告白の文句全然響かない。その方が確率上がるでしょ。伝えるだけで100点じゃないですか。え？お前自己評価甘くね？絶対伝えるんだあれ。一生懸命考えるよ。で、今までお前土曜日でしょ今週の。はい、うん。で、それ終わったら日曜日お前もう一回来いよ。それがもし振られても、めちゃめちゃ心が折れていても来いよ。ちゃんと報告しに。お前のこれに1時間25分も付き合ってんだからな、お前。マジで。お前この茶番に1時間25分全員で付き合ってんねんで、お前これ。0時半。は？Twitter じゃ、LINE して。うん。はい、その日が空いてるかどうかを聞いて、うん、それもしダメだったらスクショして送って、うん、もし行けたら、うん、また日曜日上がります。うん、いやだから行けなかった。あ、まあじゃあ明日、今日はもう配信終わるから、明日その結果報告してよ。今週決まったか決まってないかの。え、明日って、うん、YouTube ですか。ああ、YouTube かもしんねえ。ああ、わかりました。うん。あ、でも、LINE でいいですよね。LINE でいいよ。はい。うん。電話ですか？別に、ああ、明日？はい。ああ、まあ、その状況によるかな。ああ、わかりました。うん。いや、まあ、そういうことなんで。はい。うん。いっぱいシミュレーションしろよ。いろんなパターンでな。はい。言ってましたね、前。そうそうそう。俺はだって何か大事なことがあるときは、俺必ず頭の中で100回はシミュレーションするからね。なんかライブのときとか。そう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 。なんかイベントのときとかね。はい。そうやで。だからお前にとってそれが一大事だとすれば、いろんなパターンでシミュレーションしろよ。で、告るときになんか、こう、なんかもう少し確率を上げれるような告り方しろよ。はい、うん、自分でしろ。うん、じゃあまあそういうことだから。足立区だから、うん、とかあるんですか。は？足立区だからそういうなんか、うん、肩当たってみたいな。なんて？喧嘩坂みたいあるんですか。いや、あるよ。あるんだ。あるよ、そこら中であるよ。足立区と板橋区はよくあるよ。
りました。うん。そこのシミュレーション。まあ、そうだね。で、それで、そのシミュレーションで、喧嘩に、喧嘩売られて、喧嘩を買うっていうのは、一番クソだよ。女連れの時に喧嘩をするやつはクソだからね。わかりました。それだけ分かっとけよ。喧嘩絶対弱いんだよ。うん。まあそうだね。うん。はい。そう。っていうことなんで。わかりました。はい。じゃあ頑張ってください。はい。じゃあね。はい。ありがとうございました。はい。バイバイ。はい。失礼します。はい。1時間半繋がったわ、この通話。これノーカットでお送りします、動画で。これ多分、最後まで見れる人いないだろ、このノーカットの動画。マジで。1時間半ノーカットでいきます、これ。はい。マジで。頭いかれてるわ、こいつは。マジで。本当に。どうかして。でも、いや、俺面倒見いいわ。だってお前、こいつのさ、こいつ、あれやからね。長い。いや、マジ長えよ。マメタより、マメタ超えたからね。マメタ1時間ぐらいだったからね。マメタの初体験の話。いや、本当に。いや、マジ。これさ、俺さ、こいつのさ、受験、なんか、高校3年になってすぐぐらいの時に、こいつが、なんだっけ最初、なんかよくわかんねえ、クソみたいなゴミみたいなさ、偏差値でさ、今から大学行きたいんですけど、行けますかねっていうさ、相談に来てさ、じゃあもう毎回お前全国模試受けるたびに、俺に成績送ってこいっつって。そう。こいつ、もう半ば1年くらい、そう、1年近くこいつのあの成績のことを見守ってきたんだから。せやで。うん。過去の動画であるんですけど、マーチを目指してる少年な、マーチを目指してた少年なんですけど、まあ、マーチには全部落ちまして、そう。で、元々は日東駒線に行きたかったらしいんだけど、まあ、日東駒線よりはちょっと上のランクに行けたんで、はい。だからもうこれもう完全に僕のおかげですからね。そう。僕がマーチを目指せって言ったおかげで、成績ぐんとマーチ目指して上がって、だからもともと日東駒線狙いだったら多分こいつ日東駒線落ちてたからね、これ多分。うん。そうそう。そうそう、自爆霊の話もあるし。うん。そう。っていうね。うん。いや、まあそうそう。まあ受験も終わって出会いもあってね。うん。楽しんでそうだったけどね。何をボソボソずっと言うてんね。本当によ。まあ、ということでね。まあちょっと僕らとしては楽しみが一つ増えたんでね。まあ来週っすか?まあ多分まあ OK もらえるでしょうと。うん。で、OK もらえて、じゃあ来週、こいつの勝負だからね。うん。マジで。だから、こいつが振られるか、それとも付き合うことができるかは。うん。まあ正直多分付き合えるんだけどね。多分これで、いや、タバコの葉っぱ入った、うん、これで付き合えなかったら逆によっぽどクソな立ち振る舞いをしたってことになるけどね、祭りでね、うん、よっぽどクソななんか対応したんじゃなければこれほぼ格でいけるはずだけどね、これでいけなかったらよっぽどクソだけどね、マジで。まあということなんで、はい、温かく少年の初恋を見守りましょうか。ズクズンズンズンズクズクズクズンズクズンズンズンズク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 ズンズクズンズンズクズンズンズンズクズクズクズンズクズンズンズンズク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 